皆さんこんにちは。解析士の高橋明です。それでは今回はですね、2009年のアーニー・エルスのスイングを、解析したいと思います。フェアウェイウッドだと思います。それではちょっとセットアップなんですけれども、グリップもスクエアですね。スタンスもそうですね。すべて、理想的な、来角も前傾角も理想的な、セットアップです。テイクバックですけれども、まっすぐ、後ろへ引いてますね。三角形をそのまま持ち上げてきてます。左膝が出てますね。腰が多少回転してますね。この位置でですね、彼の特徴ですけども、左の手首ですね、甲側にちょっと、コックしてます。この分だけ早めにですね、ここでもう、トップの形ができてますね。ハイトップですね、きれいな三角形ができてます。で、腰始動ですね、腰回転のテイクバックですので、そのまますぐに開いてダウンスイングですね。やはり右手の人差し指で球を潰してますね。大きなフォローで、ハイトップですね。綺麗な、バランスのいいスイングだと思います。